日本ハム監督の有力候補となっている新庄氏、プロ野球日本ハムのゼネラルマネージャー、GM に、東京五輪で日本代表監督を務め、チームを金メダルに導いた球団 OB の稲葉篤紀氏、49、が就任することが24日、関係者への取材で分かった。吉村博史 GM は兼務しているチーム統括本部永本に専念する見通し。写真、鍛え上げた肉体を披露する、新庄剛志氏稲葉氏は、2005年にフリーエージェント、FA、でヤクルトから日本ハムへ移籍し、7年に首位打者と最多安打を獲得した。14年に現役を引退し、17年7月から代表監督を務めた。日本ハムは今季までの3年連続でクライマックスシリーズ CS 進出を逃し、栗山英樹監督60が今季限りで退任することが決定。稲葉氏を監督として招聘したい希望もあったが、本人の意向もあり GM としての古巣復帰となったようだ。次期監督の有力候補には日本ハムと阪神、米大リーグで活躍した新庄剛志氏49が挙がっている。稲葉氏と新庄氏は、日本ハムが北海道へ移転した初年度の4年から3年間一緒にプレーし、6年のリーグ V、日本一に貢献。両氏のタッグが実現すれば、低迷する日本ハムに新風を吹き込むことになる。新庄氏は日本ハム時代には宙吊り入場などの派手なパフォーマンスで知られ、引退後も海外移住、顔面整形、昨年12月のトライアウト挑戦などで話題。ネット上では、新庄監督、新庄氏有力、などのワードがトレンド入りして大反響となっており、本気か、楽しみだ、など賛否が飛び交っている。